あれ膨れてる時に食ってもうまくないだろ。いやこれさ、うん、理解をゲットキーを出国バレないのはなんで。そう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 、理解をだよ。不思議だよね、出国バレないのがなぜなのか。ニューロハめんどいけど出るのは結構ある。あと里中吉田さん、日本の空港から出なくてもいい。コーンさんはロヤの金に間が入れて脱出したんですよ。もうすぐまたなるよ、ゴーンゴーンと。理解をでも出国検査やるやん。え、でもさ、それってさ、どうなの。仮にもさ、それでネギ入れるんですか。うん、ネギはね、ちょっと入れない。まんまそんなの決まってるよ。国益につながるから、フランス政府が大使館特権使って脱出させたんだ。え、わざと。え、国が関与してるってこと。え、それってさ、脱出させたら、コーンとミスタービーンの区別がたまにつかなくなる。だから多分ね、逃げ出したら俺ミスタービーンだと思う。レバノン大使館でバイトしたことある。え、すげえな。バイトなんかできるの、むしろそれ。むしろバイトができるの、そこで。ミスタービーンはわかる、わらわら。うん、ミスタービーン。ルノーが関係してるだろ。ルノーといえば日本のトヨタだろ。大事にするだろ、そりゃ。大事にする、ああ。え、でもさ、それ逃亡したらさ、どうなの、それって。地下のボイラー室に泊まって戻すことはできない。ミスタービーンは、ミスタービーンじゃねえわ。いただきます。裁判所の許可なくても出国はできるよ。今回は渡航禁止食らってんのに渡航したから問題。いかやく、てめえ、痛風になれ、ずっと。被害保険だから、戻さない。え、ってことはさ、逃げられたらそれ逃げがちってこと？日本に行かない限りには、日本に関与する国で送還されない限りには。そうだよ、あと里中吉田さん。え、マジで？じゃあ完全に勝ち逃げってこと？痛風になればいいよ。じゃあ裁判受けなくていいってこと、ゴーンは。ルノーが手を回して闇に葬る。え、どういうこと、マジで。だから外人が日本で仕事しててヤバくなると金になりそうなの持って逃げるのも結構ある。いかやく、政府が関与したら政府が戻すと不利益を被ると考えれば、日本の要請なんか無視するに決まり。いかやく、そうなんだ。でも150億没収だけどね。いや、それでも自由の身になれるんでしょ、これで。検察のお通りになったね。つか金ある人間にさ、帰国させちゃいけないよね、そしたらね。とんでもない多額の金をさ、提示した方がいいじゃんね。そしたら逃げてもいいよね、あえて。なんか山頂とかね。いや、だってそうしないと損しちゃうんだよ。
あれ、ボリューム消えちゃった。ボリューム消えちゃったね、これ。ちょっとボリューム復活させよう。忘れてた、これめっちゃこけてる。フルフリロスカット何かかあの人って儲かってる、フリフリさんってね。マイナスだと思う。マイナスだと思う。親がお金持ってるのかね。ずいぶん掛け金も大きいよね。FX 20年前にやった。もうやんない。たまに爆撃来るけど。もう総収入だからね、あれはね。日本はちょっとさ、いや、甘く見られてるってことだよね、イコールね。つうか、大した額なのかな、釈放がね。せっかくのね、金図が出たのにね。それを逃がすって。敗戦国だからしょうがない。本円もう144円到達。早い。あ、声上がってきた。ちょっと待って、ちょっと見とくか。こんちゃん、年末のリリン見れないかな。ない。ポンちゃん来てるから。うわ、ポンちゃん来てるね。しっかり。一気に伸びたね。ポンちゃんだいぶ伸びた。50% 戻しの 144.5 でショートしとけば OK。 くらい。こんだけ下がったり、あとは下がったりするから、ね、あ、上がったりする。んこんだけ上がったら、あと下がるだけだから、ね、6万くらいかな。あー、1ポジで25倍の1ポジで、そうだね、6万。MKK。うん、6万ぐらいなのかな。5500円とか。でも、まあ、5500円で、1万通貨で、5万5千か610万くらいかな、だいたいね。で、このネギをさ、なかなくちゃいけないから。
あ、違う違う違う、醤油をかけて、醤油だよねこれ、ネギ焼き。いただいちゃいましょうか、ネギ焼き。いただきます。うん、うまい。計り知れないからね。だから余裕を持って、取引したいと死ぬんですよね。逆に損切りできない人はね、どうしても損切りできないっていう人がいるんであれば、まあ俺もそうなんだけど、どうしても尊敬できない人、絶対はないからね。そうそう、できない人はやっぱり20円下がっても30円下がっても死なない取引をするべきだよ。そうしないと絶対プラスにならないから。要はさ、なんだろう、 FX はわかんないけど、わかんないけどね、あの複利で動かすあの取引だと思うんだよね。つまりですよ、複利で動かすわけだから、その複利を運用するわけですよね。だから複利の運用、複利ってすごいさ、あの儲かるんですよ。なんだろう、例えばですよ、複利が1日2倍ずつ増えてきたら、これってすごいでかいことじゃないですか。だけど他の人たちって不思議なんだけど、例えば1円からの、ね、福利をバカにする人の方が多いんですよね。例えば1ヶ月間あの1円を最初に1月、例えば1ヶ月目に1ヶ月目の1日にお小遣いを1円あげますっていうわけですよ。でお小遣い1円あげた時に、次はじゃあ翌日だったら2円になりますっていう風にあの話をするわけですよ。でもあの複利の強さってあのこれから話す言葉なんだけど、あの1円が入ったら月4円だろうけど、2円だったら4円だろうけですよね。で4円だったら次の日は8円になるんですよ。あの必ず倍数のお金を渡しますっていう条件なんだよね。でそうすると約1ヶ月ぐらいになっちゃったりすると、1ヶ月ぐらい運用してるともう その1円が約100万以上になる。焦げすぎやろ、ラブユーラと里中吉田さん。ちょっと焦げすぎちゃったね、ちょっと目がね、ちょっと目が、ね、寝ちゃってましたね今。話しながらちょっと
話してたけど、ちょっと寝ちゃってたね、これ。わらわらと里中吉田さん。ちょっと危ないかもしれないな。そうそう、寝ようかな。ちょい危ないかもしれない、これ。いてまうかもしれないから。初日ので配信してね。うん。そうね。ちょっと初日ので配信ができるように挑戦しますね。そう、まだ残ってんだけどこれ。飲めないこれ。飲めない。デリ呼びてー。うん、デリ呼びてー。なんでいきなりそれ。飲み切ってあと里中吉田さん。これ飲み切れないよ、これマジで。すげえ量だもん。いや、むしろこれを炭酸、強炭酸水にすればいいか、明日。ね、強炭酸水にして明日。夜飲めればいいかな。ダメ。いや、なんでやねん。明日いろいろやることあんだよ。このね、これも洗わなくちゃいけないから、食洗機で。初めて洗うやつがこれだからね。斬新。斬新だよね、これね。それどれぐらい綺麗になるのかだよね。やばい、寝てしまった。ダメだ、もうパトラッシュ、私は限界だ。片瀬ラグリュラと里中吉田さん。もう1時か。無事だ。ちょっともうダメだ、私の電球が切れる。天使がお迎えに来てる。天使がお迎えに来てるよ、これパトラッシュ。寝るの早すぎだろ。早すぎかな、これ。いやーね、今日の運転がね、答えたよ。本当は2時半ぐらいに着く予定がさ、明日もさ、初日の出のね、会があるからね。
ドレの回。すごくなってきて、だんだん そうそう、炭落とし行きますか、炭落とし。命に関わるからね、これ。これ下手したらガチで死んじゃう可能性があるから、これ忘れた。この工程を忘れたらダメ。ダメって。死んでまうで。明日もね、引き続きありますからね。限界に近い。一瞬で寝るな、これは。まあ明日もね、明日の夜もキャンプできますから。明日の夜もありますからね。まあ、キャンプファイヤーならいけるけど、キャンプファイヤーだったら多分大丈夫。ただ炭はね、落とさないとガチで死ぬからね。ファイヤーします。じゃあすぎた。